リチャード・バーセルメスはアメリカ合衆国の俳優。主にサイレント期に活躍したスター。映画芸術科学アカデミーを創立した36人の会員の一人であり、第1回アカデミー賞で主演男優賞にノミネートされた。1895年にニューヨーク市に生まれるが、すぐに父を亡くす。母キャロリン・ハリスが舞台女優だったことから、 自身も幼い時から劇場で働き、通行人役などで舞台に立つようになる。その後、アマチュア劇団などの舞台にも立つ。母の友人で、ロシア出身の女優あら、ナジモバに勧められ、1916年に連続活劇、グロリア、エスロマンスにエキストラとして出演。さらに、同年の映画、ウォーブライズでナジモバの相手役を演じた。これが、巨匠。 D.W. グリフィスの目に留まり、ジリーク花と、東への道の2作で、当時の大スター、リリアン・ギッシュの相手役を務める。熱血剣闘手と、極中日記の2作で、第1回アカデミー賞の主演男優賞に、ノミネートされる。トーキーの時代に入ると、数年のうちは、多くの映画に主演したものの、演技が、トーキーに合わなかったために、1930年代中頃には、 半ば引退状態になる。1939年に脇役として復帰したコンドルで印象的な演技を見せたものの、その後は数本の映画に出演するのみとなる。1942年にアメリカ海軍予備兵として入隊し、海軍少佐として第二次世界大戦に従軍する。しかし、戦争が終わった後も俳優に復帰することはなく、ロングアイランドに隠居して、 不動産投資で生計を立てるようになる。1963年に、ガンで死去。チリーク花左は、リリアンギッシュ、乗り合い馬車。ありがとうございます。